ただいまより日本橋三丁目西町会防災区民組織合志交換会および消防総監表彰受賞祝賀会を開催させていただきます。町会長の野永でございます。本日は、お忙しいところ我々のですね合志交換会と消防総監賞のお祝いにですねたくさんおいでくださいまして誠にありがとうございます。我々、住んでる者だけで町人だけで、町会を運営するんじゃなく、皆さんと手を組んでですね、なんとかということで、役員の人たちにお願いしましたところですね、商店街連合会というのも立ち上げましたし、今度助成金をもらってですね、街路灯も買います。それとですね、皆さんとですね、区民組織立ち合いということで、中央区に宣言いたしました。後ほど野田さんの方がですね、総監賞とその経緯について詳しく、あると思います。私は、3番地の、野田と申します。当町会、の防災を担当しておりまして、この防災について今回の受賞と今までの経緯を簡単でございますけどざっとご説明したいと思います。ただいま住民を主体とするものを自主防災事業者がやるのを自衛消防と仮に、呼びますとこの地域では、日本橋六の部で、お勤めの方がお昼間ですねだいたい7万人平成19年の資料ですので正確ではございません。京橋一の部でもやはり7万人合計14万人です、ね、これに対して住んでるいらっしゃる方はどのくらいいるかというと日本橋六の部で約500人京橋一の部でも500人、合わせまして14万人のお勤めの方に対してお住まいになっていらっしゃる方は、約1000人、つまり、住んでる方の140倍はいらっしゃる。日本橋六の部と京橋一の部合計しますと70万平米ございますけれども、この方たちは、城東小学校に、防災拠点となっております。城東小学校は、ご存知の方もいらっしゃると思いますけどあそこで用意されているのは、一時受け入れ可能なマックスの人数が940人ですね。そして長期に城東小学校で避難生活を、送れるマックスが470名ということになっております。でありますから、住民を主体とする自主防災だけでも、大変難しいしまた企業のですね自衛消防というのは企業それぞれの特色がございますのであまり横のつながりがございません。もし地震が起きた時にですねこれら14万人の人と別々な防災計画っていうのはなかなか難しいもので、ご一緒に考えて対応していこうという取り組みが今般、2005年からずっと続いている当町会の取り組みでございます。で私たちは、この中央区の防災計画を側面からバックアップして城東小学校が仮に満杯になったとしても自分たちだけで
災害対策本部を設置してですね、城東小学校を中心とする防災計画を側面からバックアップする。それは何かというと、被害の状況 とかですね、救援の情報を主に、情報を皆様にお伝えするというのを主なミッションとして、進めてまいりました。まあ、こういった取り組みはおそらく詳しくは分からないんですが、今般、東京都の中の東京消防庁に、166団体が、応募いたしまして、まあ、今述べたようなことも含めてですね、模範的事例ということで、第7回地域の防火防災厚労省、消防総監の優良賞を受賞したのではないか。まあ、これには地元の多数の企業の方、お住まいになっていらっしゃる方、町会のお仕事をされている方、消防団、それから、消防、警察、社会福祉協議会、いろいろな皆様のご協力があって、受賞に至ったと、大変深く感謝いたすとともにですね、これからもこれを励みにして、もし東京に大規模な地震があったときには、なるだけ被害を最小限に抑えるように今後とも努力して邁進していきたいと思います。